それに乗ってる？本当に乗ってる？あ、押しちゃうからね。確認。え、押した？押した？これどこ行ってんのこれ？わかんない。研究所からの脱出。今から？こっからなんだ。おバカ野郎お前。プロローグで俺ら遊びすぎや。え？プロローグで遊びすぎや。で？めっちゃ遊んじゃったじゃん。あ、すごいすごいすごい。おおすごいアニメーションになってる。ん？ん？あ、ちょっと待って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 なんかいる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 。あ、なんか、うん、普通のゾンビでしょ。あ、なんか、え、あ、あ、え、なんか、子供ゾンビが、あ、やめて、子供ゾンビよ、あ、まだまだ皆さん気にやってから。何してんの。危ない。あれ。嘘だろ。嘘だろ。もうやってくれると思ってずっと見てたけど、そう、死ぬとは思わんかった。びっくりしたんだけど。やったよ。え、どこ、これ地下なんか、なんか落ちてる。トイレ行った時に鍵落としちゃったかな。じゃあトイレに鍵があるんだな。はい、おい、ひどくね。すげえ分かれる。どっちどうする。二手に分かれる。じゃあ、俺反対帰ってくるじゃん。オッケー。ちょっと待って、ちょっとはびこってんな。だけどよし、許せさすけ。ちょゾンビ処理班しとくわ。じゃあ食堂ゾンビ処理班します。いっぱいいる。そんないんの。いる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 。食堂。はい、出て出て出て。あ、別の廊下に出た。倉庫に来たけど、別に倉庫に何か入ってるとかはなさそうだな。なんかあるかな。なんだこれ。なんかエレベーター的なやつが見つけたぞ。倉庫室の奥に。なるほど。搬入口かな、多分。給食を運ぶやつみたいな。搬入口。研究飲料。あ、多分そんな感じよ。え、トイレあった？そっち。あ、あった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 。おう、ここにトイレがあるんだよね。こっちにもあるんだよ。え、こっちにもあるんだよね。あ、こっちにもあった。あ、じゃあ各自探すか。え、鍵落ちてないよ。え、トイレに鍵落としたって。いや、こっちもなかったな。本当に？ん？何？研究、あ、研究飲料だ。研究飲料ってなんか飲み物かと思っちゃった一瞬。飲料じゃないです。飲料です。飲料だろうが飲料だろうがどっちでもいいんだよな。これあかんな。あ、マップあった。マップ？ナイス。それは何？人数分？いや、違う。これ多分取れないやつだな。あ、取れないやつ。ちょっと部屋も入っちゃうわ。多分廊下のゾンビは全部やった。あ、でもトイレは全部で3箇所っぽい。だからさっきみんなで見たやつで全部なんだよね。多分俺と隊長一緒だよ。一緒？あ、一緒。あ、じゃああと1箇所あるわ。さっきエレベーター乗って、うん、左、一番左付きあたりにトイレがある。一番左？あ、そこ見た。あ、そこ見た。あ、じゃあ、こっち側だ、見てないのは。そこ食堂で大丈夫。いや、ここね、突き抜けだから、ね。あったー！あったー？研究飲料4があった。大丈夫、こっちだ。はい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 。所長室って見たこれ。見てない。はい。あー、俺？はい、どうも。あ、で、マップそこよ。あ、すごい。あ、そうなってんだ。あ、マップここに入ってたわ、チェストの中。1回地図、1回地図、1回地図。じゃあ、もらっとくか。ただ、これ、現在位置の赤い点は動かないから。動かないね。ちょっと分かりづらいな。しょうがないけど。あ、なんだこれ。な、どこ行ったの、人。エレベーター？乗ったの？エレベーターっぽい。地下は4階まであるらしいです。うん、なんだって。でもとりあえず研究飲料を見に行かないと。何ここ？なんかすごいのあるよ。ダイヤモンドジム。ああ、ちょ、いやいやちょ、なな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 。で、ここ前に行ってみ。このと。何？え？開くんだけど、びっくりした。あ、ほんとだ。そう。おー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 、自動ドアだ。びっくりしたの。あ、そう、くるくる。パチッ。あ、消えた。あ、ボタン消えちゃった。え？あ、絶対これ謎解きだろ。あー、もう。あ、ボタン戻ってきたから絶対謎解きだ、これ。ちょ、待って、それを探そう。その前に、研究飲料を。発酵。健康飲料、健康飲料じゃね。研究飲料。健康飲料。
でもさ、こっちも気になるんだよね。ここに名前あんだけどさ、ちょ読んでみて。ダイヤモンドジム。どんなジムなのじゃん。なんかそれさ、戦闘始まりそうじゃない？あ、大丈夫だった。なんか、そこ、すごい。ちょ、全部持ってくるなよ。全部。ダーマー。おい、何が手に入ったんだよ。いるいるいる。でも多分、ポーションの材料だと思う。ね、そう、パッと見ポーションっぽかったけど。ガストの涙、発光した雲の目、ブレイズパウダー。あ、なんか。で、一番わかんないのが羽なんだよね。あれだよ、移動速度。おー。あ、違う、移動速度あれだ、砂糖だ。そうだよね、羽ってだから、あれだ、落下速度。あ、落下だったっけな、冬だったっけな、どっちかなんだよね。いや、冬はあれか、コーラスフルーツだから違うか。まあでも、ここは特に。そうだね。で、社長室。社長室。勝ち込み。社長さん。入れる？開かない。入れないよ。開かない。男3人がバッと持って所長室へ殴り込んでんな。で、その結局、飲料水の場所がわかんないんでしょ？飲料水じゃ熱。飲料水にすんの？普通に突っ込んじゃったじゃん。研究飲料こっちです、こっち。私について聞いて。おい、ヒロストついてこい。ちょっと食堂気になっちゃって。食堂なんもないよ。なんもなかった。あるやんけ。何？嘘。調理場からカードキー流しちゃったとき、ん？か、調理場からカードキー流しちゃったとか聞こえたな。こんなのあったんだ。全然気がつかなかった。気がつかなかった。そこそこまっすぐ進むとね。ああ、なんか血が垂れてる。もう進むとね、あるんだよ。でも研究量2だな、これ。1で3。あ、じゃあこれ、全部分あるんだ。ああ、そういうことだ。ここです。開けます。はい。開けてください。開きません。え、どうやって開けんのこれ。あ、なんだこれ。なんか違う。え、それ何？それカードキーだよね。カードキー。ちょっとやって。放り投げたら開いた。投げたら、その前に投げたら開いた。え、そういう仕組みな。わからん。それはびっくりだわ。まあじゃあ、おのおの書く。あ、チェスト開かない。開かないのか。チェスト一番上開かないな。あれ。じゃあ、びっくりした。上が閉じられてると。チェストわかんない。ああ、女子更衣室のカードキーだ。やったー。おーい。じゃあ、よりによって一番渡っちゃいけない人の手に。渡っちゃいけない奴に渡ったな。そういうこと言うなって。し、終わりだ。ここね。投げて。はい。来た。あら。突撃。え？でも。これといってなんか。特に。なんか下とか落ちてないの。特にじゃない？特にだな。ワンちゃんこういうことじゃないの？ん？そんなことある。そんな完全武装にさせなくていいの。その武装させることが目的じゃないのよ絶対。違うの。ここで俺がバットを持ってきた。あったー、調理室だー。え？どこ？ここ。本当だ。あった。ワロッパです。隠しとんねー。で、調理室どこだったの？調理室は来るときあったな。食堂の隣だから、そこだと思う。あ、行った。はい。勝ち込み。流しに流れちゃったっすよね。食料保管庫。ああ、あったわ。早いなぁ。あ、すごい。あのね、こっちにもね、多分ポーションの材料っぽいのいっぱいある。ああ、ほんとだ。ああ、ほんとだ。じゃあ、ちょっと回収しよう。ポーションはちょっと任せた。じゃあ、ポーションの材料渡しとこう。はい。はいはいはい。とりあえず、即死級のやつ作ればいい？そういう。ちょっと、やられる前にやっとくか。いったん。あ、骨粉入っとる。どこ？骨粉か。この、溶鉱炉の中。今、拾ったけど。でも、骨粉何に使う？なんかリラックスルームが緑が見えたんだよね。うん、あったあった。なんか育てんじゃないかな。まあ食料保管庫。まあとりあえず研究飲料の1が手に入りました。
で、まあでも一旦そこじゃない？この大倉庫調べた？ああ、調べたけど特に隠しチェストとかありそうじゃない？隙間要素何も見えなかったあるやんけ。嘘、あった？コインがあった。あ、コインない。じゃあコイン俺持っとくよ。コイン今2枚あるから。うい。うおぉ。ゾンビ来た？もしかして。うん、目の前で湧いた。ちなみに君の近くにもいるよ。いってぇ。嘘だろ。あー、女子更衣室で湧いた。やべぇ。あ、違うかね。あ、違うじゃん。あ、なんだ、研究飲料か、ここ。違うじゃん。じゃあ1、開けます。開けてもろて。はい。なんかないかなぁ。あ、じゃあ下だ。下、下、チェストの下だ。あー、コインがあった。コインかーい。コインかぁ。大体この流れだと。コインだけだな。え、でもだってそれの場合その先進まんくね。あ、なんかある？上に。なんか見つけたな。あ、なんか上にあるな。え、そんなのあった？おおおい、ダクトだね、ここダクトか。なここが1。あ、あった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 。あ、ナイス。男子シャワー室。はい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 。俺が研究飲料3だ。じゃあ本当に2は最後に行くのかな。最後だね。そうだね。じゃあ男子シャワー室行くか。オッケー。はい。はい、行くよーん。サウナだ。おー、リラックスルームの鍵が手に入った。おー、ナイス。え、で何？リラックスルーム？リラックスルーム。ちゃんと隙間見た？大丈夫でしょう。あ、大丈夫だった。戻りましょう。まあ、特にだね。あ、ほんまや。まだ体調ついてないでしょ。早いのよ。はいはいはい。探せ探せ探せ。なんか流れてる。後ろ！後ろ！あ！あ？これあれだ、泳ぐモーションにならないといけない。ああ、なるほど。あ、ここアンチだ。やばい、空気空気。あー、やばい。あ、でもエレベーターキー死にかけてるぞ、あいつ。死にかけのエレベーターキー。危ない。シフト、あ、これだ。コントロール押して、よいしょ。うわー、遠いな。泳げない。マジ下手すぎて泳ぐのが。どうやって泳いでんのこれ。あ、こうかこうかこうか。あ、できたできたできた。コントロール、コントロール。あ、オッケーオッケーオッケー。これどこに繋がってんだろう。あ、ちょうどヒロさんと同じ俺だ。空気が。女子シャワー室だ。え、あ、ほんまや。あ、やばい。あ、やばい。あ、俺死ぬ。え、あ、これは、さようなら、バイバイ。あ、死ぬ。一名溺れたんだけど。あった、なんか。いや、特にさよならバイバイしちゃった。あ、女子シャワー室に来たの。そうそう。うん、どうも。入りなさい。特に。はいね。あるよね。あった？あったよ。何があった？このハッキー。どこ。あ、本当だそう。わ、男子更衣室の鍵です。ナイス。隙間任せてよ。男子更衣室は別にでもいいかな。なんだあいつ。なんだあいつ。なんだあいつ。なんか、なんだろう、この実況で、なんか、関係が壊れそうなんだけど、大丈夫か。そんなに。やめろよ。ほら、隙間隙間。さっきと同じのではないの？あった。早っ。普通に置いてあった。あ、ほんとだ。天体保管室2の B。 うわ、怪しい。じゃあそれ多分地下2階で使うやつ。そうだよね、天体保管室なんてなかったもんね。ここの階で見てないところはもう2だけ。あそこの2だけだな。あ、そっか、2か。
あ、所長室も行ってないのか。違ったらごめんなんだけどさ。うん。所長室誰かもう一人来てくれん。ん？なんなんなんな。そっち乗ってみて。いや、これ四毛だから。違うか。四毛のカペットやから。じゃあ下行ってみる？変態保管室？変態は保管しないでほしいな。変態保管室というか。あのホルマリン好きなんよ。変態ホルマリン好き。やばいって。ちょっと俺先に下行ってこうやん。こうかな、じゃあ。でも下っぽいよな。うん。よいしょ。なんもできなそう。でも下って言ってもこのエレベーターキーどうやって使うの？投げてみる。投げてみて。ああ、できたわ。ああ、増えた。で、これ真ん中？でいいね。真ん中じゃない？はい。おう、来た。ああ、来た来た来た。ああ、で、マップすぐもらえるわ。2階そんなだね。そんな広くなさそう。ああ、なんでも。ちょっとゾンビ多めな気がしなくもない。じゃあちょっとゾンビ処理班行きまーす。おー、検体が保管されてる。ホルマリン漬け？ホルマリン漬けになってる。マジで。ほんまやんけ。